平野さんは目にはボシュロム、唇中心には YS ルビューティー、皮膚には無比、ファッション全般にはルイ・ヴィトン、そして今回、髪にはワンジュンギョヘアーというように、様々な分野で活躍している。平野翔、27歳が、インスタグラムを鮮やかに彩った。彼は26日、韓国のコスメブランドワンジュンギョ、ウォンジョンヨ。 から発売される初のヘアケアラインの広告キャラクターに抜擢されたことを報告し、そのセクシーカットのカラーとモノクロームバージョンをそれぞれ投稿した。平野翔の美しさに簡単の声が上がる中、彼の新たなステップがファンを魅了しています。彼が韓国コスメブランドワンジュンギョ、ウォンジョンヨの初のヘアケアラインの広告キャラクターに選ばれたことは、 ファンにとって大きな興奮と期待をもたらしました。平野翔の SNS 更新により、ファンは彼の美しいカラーとモノクロ写真を楽しむことができました。その魅力的な姿に対して、かっこよすぎる、綺麗すぎる、といったコメントが相次ぎ、彼の人気が再び高まっています。この魅力的な姿勢と才能により、平野翔は多くの人々を魅了し続けています。 彼の美しさは本当に魅力的だ。その表情には彼が自分のやりたいことを実現できている喜びがにじみ出ているようだ。私は推しは飛べだが、平野君を見る機会が増えてきたが、彼はかっこいいだけでなく謙虚でしっかりとしており、意外な一面もある。そして彼と一緒にいるととても面白い。彼は本当に才能にあふれた人物だ。美しい。 透明感と爽やかなセクシーさが溢れる。どちらの表情も素敵だ。画像を見ていてもドキドキする。彼の内面の美しさも伝わってくる。彼の表現力は CM にぴったり合っている。彼の美しさだけでなく、彼の内面的な魅力もファンを引きつけています。彼の謙虚さやしっかりとした姿勢は、彼がいかに素晴らしい人物であるかを示しています。 また、彼の仲間との関係も、彼の人間性と才能の豊かさを物語っています。これからも彼の活躍に期待が高まっています。一方、彼が様々な広告キャンペーンで活躍していることも注目されています。彼はボシュロムの目薬、YSL ビューティーの口紅、無ヒのスキンケア、ルイビトンのファッション、 そして今回のワンジュンギョヘアーといった様々なブランドとのコラボレーションを成功させています。これは彼の人気と魅力がグローバルな視野で認められている証拠です。彼の人気は国境を越えており、韓国のメーカーとのコラボレーションにより、彼のファン層はさらに拡大しています。彼の美しさは日本だけでなく、韓国でも高く評価されています。彼の成功は、 彼が持つ唯一無二の魅力と才能の証です。平野翔の美しさについての話が広まっていますね。最近、インスタグラムでの更新がファンの間で話題になっています。彼は韓国のコスメブランド、ワンジュンギョ、ウォンジョンヨの初のヘアケアラインの広告キャラクターになったと報告しました。彼の投稿には、カラーとモノクロのセクシーカットが含まれており、 ファンからは多くの賞賛の声が寄せられています。彼の美しさは多くの人々を魅了しています。彼の表情には自分のやりたいことを実現した喜びがにじみ出ています。ファンからは彼の見た目だけでなく、謙虚でしっかりしていることについても賞賛の声が上がっています。また、彼の友情関係についても触れられ、 彼の才能に関して驚きと簡単の声が上がっています。彼の美しさは、その透明感と爽やかなセクシーさによって際立っています。彼の内面的な魅力も人々に伝わっており、彼の表現力の高さも注目されています。さらに、彼が様々なブランドの広告モデルとして活躍していることも話題になっています。彼の人気は、 国内だけでなく国際的にも高まっており、彼の活動のグローバル化が期待されています。しかし、彼の美しさに対する賛美の声とともに、彼の個人的な空間やプライバシーについての興味も高まっています。彼の魅力が、韓国メーカーとの仕事や国際的な活動への展開につながる可能性もあるでしょう。彼のファンにとっては、 彼の活躍がますます楽しみになるでしょう。彼の美しさや活動についての議論が続いていますが、彼の魅力が今後どのように発展していくのか、興味深いところですね。彼のこれからの活躍に注目して、彼の成功を願っています。どうでしょうか彼の美しさや活躍について、どのような感想をお持ちでしょうか これからの彼の展開について、どのような期待をお持ちですか興味深い議論が広がることでしょう。平野さんはどこを見ても人気がある。今回の韓国メーカーとのコラボレーションは、彼が着々とグローバルな動きをしていることを示しているのかもしれない。韓国の雑誌の表紙を飾っている姿も、その兆しの一つだ。彼は以前の事務所の制約から解放され、 自由にセルフプロデュースもできているのだろう。彼の華やかさは以前よりも増している。ワンジュン魚の製品は未だに入手困難な商品が多く、見つけた時には即購入してしまう。このメーカーはイメージ戦略もうまく、今回の平野翔さんの起用はその一環だろう。そして広告の美しいビジュアルも相まって、ますます入手困難になることだろう。 ウォンジョンヨは韓国メーカーだが、その髪型やヘアスタイルは韓国風だ。しかし、それがどんなに量産型にならないのかは、彼の唯一無二の美しさによるものだろう。彼の顔立ちは本当に美しい。彼の美しさには本当に魅了される。平野翔将君の美しさについて言われることはたくさんあるが、その美しさは本当に圧倒的だ。 こんな美しい人が実在するのかと、しばらく見つめてしまった。彼の活躍には、まだまだ期待が高まるばかりだが、彼の将来にはどんな素晴らしい展開が待っているのだろうかそれについて考えるとワクワクする。彼の次なる一手に期待しているファンも多いはずだ。何か新しい挑戦が待っているのか、彼の輝きはますます増していくのか。 彼の活躍から目が離せない。最後に彼の魅力は広告や写真だけでなく、彼の人柄や表情にも現れています。彼の自由なセルフプロデュースは彼の魅力をさらに引き立てています。彼のこれからの活躍に期待が高まりますが、同時に彼の美しさと才能に対する驚きと感動も永遠に続くでしょう。平野翔の魅力に関して、 あなたはどのような感想をお持ちですか彼の活躍についてさらに議論を深めてみませんか